はい、どうもこんにちは、ゴットマンです。今回も久しぶりに575オンラインをやろうと思います。今回はちょっと全部を見せましょう、皆さんに。まあちょっと前回のこの575オンライン、なんと視聴回数15人、なんでこんな少ないねん。他の人でも100人いっとんねんぞ。まあそのちょっとリベンジをするべく面白い俳句を作ります。僕は校内痛い中、ああまだかな、早く来んかな。早く来ないかな。早く来ないかな。別見てた。うん。ここはちょっと話をそらしましょうか。ん？よろしくないの？じゃあこれは？よし、ここはちょっと皆さんにはっきりと聞こえる声で俺が復唱します。出てきた途端、よしよし、早く来い、早く来るんだ。さあ早くしろ、早く。別見てた。 LINE の友は今日の敵。なんかむっちゃ滑った気がするな。はい、次行こう。七種とマッチングしました。七種のゴンベイさんね。あなたまた真ん中の指示を読むんか。まあ、ちょっと俺さ、お前ちょ真ん中の指示をお前切るって意外と俺苦手なんですよね。おお神よ、まあ、この最後の辺と、おお神よ、あなたの宗教はぽいぽい教。おい、どうしてくれんねん、また滑ったやんけ。ほんまちょっとこのままやったらほんまみんな死んでしても他の人の動画飛んじゃうやんけ。じゃあここは俺がちょっと爆笑ネタを取らなあかんな。よし。夕焼けの。さあ、この次でおもろくなるか、おもんなくなるか、に変わる。まあ、せめて皆さん、これだけ見ていてください。夕焼けの君の横顔。これだけ隠しましょうか。隠します。いきますよ。せーの。夕焼けの、あの、君の横顔、魔人ブー。おう。なんかみんな、どんな顔してるんやろな。一方通行とマッチングしました。あなたは最初の5文字と最後の5文字を読みます。よし。最後はバッチリ決めよう。そうやな。まあ、やっぱ最後は YouTube 関係で終わらせたいな。じゃあ。じゃあ俺がチャンネル登録してる。天神琴音ちゃん。これでいこう。じゃあまあ、天神ちゃん。
天神ちゃん、願いを込めて。はぁ、ちょっと難しいの来た。天神ちゃん、願いを込めて。願いを込めて。願いを込めて。もうちょっと。ちょっとしけること学校でいきましょう。せーの。天神ちゃん。願いを込めて、キュンキュンドーン。なんか、徳のマークくれたけど。おもろかったんかな。ゆうせとマッチングしました。また最初の5文字が思います。じゃあ、どうしよう。じゃあ、おじいさん、ほんまちょっと頼むで、ほんまちょっとシーンってなって終わるんか、それともちょっとほんま大爆笑になるんか。ほんまちょっと頼むで、ほんまに俺のやりやすいようにしてくれ。頼むぞ。もう、これ、お前にかかってるかな？まあ、ちょっと、シーンって、終わっちゃう。すぐにやばいで。まあ、大半の人が、まあ、他の動画飛んじゃってると思うけど。おじいさん、介護が大変。うん、素直に来たな。介護が大変。介護が大変。もう、これしかなくない？ほんまに。おじいさん、介護が大変、孫悟空。なんかちょっと申し訳ないわ。皆さんちょっと、コメント欄にちょっと面白い俳句考えてください。はい。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。まあ、最後まで見てくれてどうもありがとう。よかったらチャンネル登録、高評価、別の動画もぜひ見てください。それではさようなら。また次回でお会いしましょう。See you! 新年初の俳句動画でした。